旗国城主角跡、旗国城は山形県東村山郡山部町旗屋にあった、戦国時代の日本の城。形式は山城である。東、黒森山のお根城続きの立山に、山頂を本丸都市各所に空堀を廃した山城を、築木村の任に当たった。旗国城は山形城の市場の一つであり、村山地方と大玉地方の境界付近に位置している。 ことから、山形城主、もがみ市にとっては、老いたま地方を領した伊達市や上杉市に備える最前線の城であった。標高549メートルの立山山頂に位置する。山頂の四角部分の四方は、帯狂や空堀が巡らされ、また、四角の西方100メートルの平坦部には、見え堀、同じく東側には大規模な空堀と土塁が配置されている。 慶長五年の慶長では合戦において、上杉軍が、荒戸の狐越街道から約二万余の軍を率いて、山形城を目指し攻め上ってきた時の最上軍と、上杉軍の最初の激戦地であり、二日間の攻防の末、城主、江口五平後生ほか五百人が討ち取られて落城した。城の麓にある長松寺には、江口後生の墓がある。城の堀は、 上杉軍信仰の知らせを受けてから早急に掘られたもので全てが深く、西方の見えぼりは全国でも珍しいものである。ありがとうございます。